フィドルを弾くフィドリン・ビル・ヘンズリー。1939年フィドルとは、弓を用いて演奏する、殺弦楽器、特にバイオリンを指す名称である。バイオリンという言葉がイタリア語から派生した言葉で、あるのに対し、フィドルは英語である。フィドルは、バイオリンと全く同一の構造を持つが、主に民族音楽で使われるバイオリンを指し、バンジョーやマンドリンなどと共に、アイルランド音楽。 カントリーミュージックやブルーグラスなどの音楽でも使用される。ただし、英語においてはクラシック音楽で使われるものも含めてバイオリンの俗語としても用いられる。民族、民族音楽においてはソロの演奏が多い。また、二丁のフィドル演奏は北、アメリカ、スカンディナビア地方、アイルランドの民族音楽に広く見られる。有名なフィドル奏者としては、 アリソン・クラウス、ケニー・ベイカー、バイロン・バーライン、リチャード・グリーン、マーティン・ヘイズ、ケビン・バークラがいる。フィドル奏法は、クラシック音楽のバイオリン奏法より幅広く、様々な民族音楽や民族音楽の伝統の幅広い多様性によって特徴づけられており、そのどれもが、独特の音を持っている。グレート・ブリテンとアイルランド・スカンディナビア中央。 ヨーロッパアメリカ合衆国アメリカのフィドル奏法。伝統的なものから現代まで幅広い。伝統現代カナダカナダのフィドル奏法。カナダではフィドルがよく惹かれており、地域それぞれに様々なフィドル奏法が見られる。バンクーバーオリンピックの開会式で知られたように、国の文化のアイデンティティにおける重要な位置にある。ラテンアメリカクラシックにおいては作曲者の意図の再現性。 正確性、音色などが演奏において重視されるのに対して、フィドルでは演奏者の個性やノリが演奏において重視される。次のような格言がフィドルとバイオリンのこれらの違いを冗談めかして示している。ありがとうございます。